暑。あ、こんばんは。お風呂上がりです。前髪がね、伸びてたから切りました今日。文化祭の席3回だったって。頑張って見つけるね。とうとうコンサートもあさってですね。びっくり、やばいやばい、早すぎて。こんばんは。コンサート楽しみましょうみんな。お風呂上がり、めっちゃお風呂上がり、めっちゃサラサラです今。乾かしたばっかり。コピアたくさん見ちゃう、楽しみ。ありがとう。私も見るね、楽しみ。博多の香りのパッケージの絵すぐに分かったよ。なんかこうパッ、なんか CM の撮影をする時からなんか劇場で博多の香りを販売するみたいなのを聞いて、その時から知ってたんですけど、それでなんかそのパッケージにつくそのイラストを考えてくださいみたいな時のを考えてくださいみたいなのを CM 撮影の時に言われて、でその場で考えたんですけど、そうでママにもなんか LINE で相談して、パッケージ書かないといけないんだけどどんなんがいいと思うって、でママの案と私で、私がもともと書いてたやつもあったんだけど、ママのやつもよくて、はどっちにしようって悩んでたんですよ。そしたらで結局私の方をお願いしますって言ったんだけど、どっちも乗してくださってて、そうで昨日のパジャドラじゃない、坂上がり公演はその博多の香りの日本食品さんもね4人見に来てくださってて、そうめっちゃノリノリで後ろで見てくださってました。帰りっていうかお見送りじゃない、なんだっけ、はける時の時もめっちゃってこうやって手振ってくださって、メガペの方が私が考えました。そう、そういう感じでした。そう今日学校行ったんですよ普通に。そしてなんか仲いい同じクラスの友達がなんか廊下見てみたいな言われて、こうやって廊下を教室の中から見たんですよ。そしたらめちゃ髪の毛が短い子がいて、えみたいな、え誰と思って、廊下のあの子見てって友達に言われて見たんですよ。でえ誰みたいな言ったら、仲のいい友達がロングだったんだけどボブに髪の毛を切ってたんですよ。そうびっくりした、えみたいな、転校生来たかと思った。髪の毛切ってました。私も切りたくなったな、ああいうの見ると。
マリアちゃんがココッペ推しって言ってるよ。え、嬉しい。え、マリアちゃんってどっちのマリアちゃん。公演前の良い腹ごしらえ、確かに公演中みんなお腹空くでしょ。ちょうど6時半だし6時半開演だからみんなお腹空くでしょ。公演中そうなの。たくさん逆上がり公演ではあの昨日の坂上がり公演でたくさん博多の香りを宣伝していただいて、宣伝させていただいて、そうで、みんながあのロビーに来る前にリハ終わってすぐその博多の香りブースに駆けつけて写真を撮りましたジャハブ全集合、あ、確かにそうだね。昨日は切ったら後悔するけど伸びるね。切りたいんだけどね。でもさ、切ったらアレンジできなくなっちゃうからダメなんです。いくのちゃんがなんか辛口をなんか博多の香りの昨日余ったやつをこう公演終わりにスタッフさんが持ってきてくださって、楽屋にでみんなメンバーが食べてたんですけど、そういくのちゃんが辛口を食べててめっちゃ辛って言ってましたでもゆうなさんは全然いけるって言ってて、すごい。私はめっちゃやばかったんだけどね、あの工場見学の時辛口じゃない、激激辛みたいなやつだよ。それそれそれをいくのちゃんが食べてて、ひゅなさん全然平気そうでってなりました帰りの車の中たくさん食べてありがとうございます。みんなねお腹すくと思うんでいっぱい食べてください。なんか当たりも あって、そうなので食べてね。おひとリンクとセットでぜひおひとリンクとセットで食べて。ポピちゃん修学旅行は楽しく、あ、そう修学旅行の話したかったんだ。そうそう修学旅行に HKT メンバーみんなで、スタッフさんもみんなで行ってきて、ちょっと前に、そうめっちゃ楽しかったんですよね。もう決まった時からワクワクしてて、やばくない？めっちゃ楽しかったですよ。一泊二日で朝早起きして集合して行ってきました。本当に修学旅行の大きいバスに乗って行って、そう運動会したり旅館でゆっくりしたり、楽しいこといっぱい、花火したし、めっちゃご飯美味しかったし、めっちゃ最高でした。本当に浴衣も着たし、でスタコレでね、あの私の写真とか動画がゲットできるので、みんなぜひゲットしてくださいそう、バスは隣は離着でした。なんか同じお部屋、なんか同じお部屋が離着と渋井ちゃんとカレンレンだったんだけど、なんか同じお部屋で固まって座ってくださいみたいな感じで、そう、でリチャキと横座りました。でそのなんか通り道なんていうのあれ
通路挟んで向こう側はカレネとシブちゃんがいた。涙せずに済みましたよこの間は。よかったですね、話できる、横に来てくれる子ができて本当に。よかったです。そう、楽しかったね、めっちゃ。まず運動会してで旅館行って花火して、めっちゃお部屋も豪華でめっちゃすごかった。なんかめっちゃ豪華。そう、めっちゃ豪華で最高でした。すごいよね、めっちゃ楽しい。なんかお茶、お茶が入ってる料理がたくさんで、なんかお茶のおかゆとかお茶のソースとかお茶の料理がすごかった。そう、嬉野の温泉は美肌の湯って言いますが、ツル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 です。嬉野茶の、あの、そう、すごかった、めっちゃふり、なんかお茶、お茶でした、とにかく。押し投げてるママかな。タロン魚さん、レインボースターかわいい、ありがとうございます。トールンさん、ナコミルンさん、ハート、近くさん、ハートありがとうございます。タオン魚さん、ムハンマドさん、かわいい、お疲れ、ありがとうございます。タオン魚さん、いいね、ありがとうございます。カオリベさん、アキ、ありがとうございます。カドッペ君、ハートありがとうございます。ポテチーさん、ハートありがとうございます。レッドファイブさん、バラありがとうございます。キキちゃん、ハートありがとうございます。ヘタッピさん、花束ありがとうございます。ムハンマドさん、お疲れ、ありがとうございます。ヤスさん、タコありがとうございます。サト君さん、ハートありがとうございます。ポテチーさん、ハートありがとうございます。ヤスさん、クマ、隣のトロロさん、クマ、たくさんありがとうございます。香り、間違えた、のりっぺさん、わかる、ありがとうございます。マー君、コバ、ありがとうございます。マーさん、ハートありがとうございます。隣のトロロさん、かわいい、ありがとうございます。ウクケシさん、ハートありがとうございます。のりっぺさん、いいね、レインボースター、ありがとうございます。カタカンベさん、ロデムさん、アキラさん、サトちゃん、ハート、ありがとうございます。のりぺさん、いいね、ありがとうございます。みおたすさくらたんさん、だるま、ありがとうございます。今日このごとさん、バラ、ありがとうございます。だるまも、ありがとうございます。クラインさん、ハート、ありがとうございます。ともはんさん、ハート、ありがとうございます。毎年修学旅行あるといいね。まあそうだよね、でもめっちゃ楽しかったですよ。なんか浴衣を着て花火したんですよ。それでなんか浴衣の着付けできる人がいなくて、もう自分たちで YouTube で調べたりして着たんですよ、浴衣を。それでなんかリサキがね、浴衣を着せれるんですよ、着付けができるみたいな。でリサキに教えてもらって、で私もなんとなくできるようになって、なんか7期生の子たちが浴衣着付けできますかみたいな聞いてきて、そう、できるかもとってなって、リサキと私で7期生の着付けもしました。そう、カレンレンの鉢巻きが独特だった。そう、カレンレンがちょうどその日ポニーテールしてて、
そこ見つけたら可愛いんじゃないって、私が結んであげたよあれ。私ね、前髪を重くしようと思うんですよまたなんか重いのど重くしたいんですよね、もう一回。ちょっとさっきお風呂入る前前髪切ったんですけど、なんか重くしたくなってきた。何ヶ月か伸ばした薄い前髪もなんか迷い中ではある。次は重きが出てきて、もうね前髪も定まらないわ、忙しい前髪自分で切ってる。でも重くするならちょっとね、美容師さんにやってもらった方がいい気がするから、一旦これで。こんばんは。私は今から配信終わったらまつげパーマをしてもらうんです、ママに。なんかまつげパーマキットみたいなのを見つけて、そうびっくりじゃない、家でできるみたいな。で本当にできるか分かんないけど、ママにしてもらいます、配信終わったら。できるのかな、できるかがドキドキですけどなんか前ママねやったことあるんですよ、マツパをやってたらしい。マツパやる、やってあげるみたいな、できるよね。自転車の時そうだよ、明日コンサート、明後日コンサートあるから結構責任重大よ。どうやってやるんだろう、私よくわかんない。だってさ、普段もやってもらうときも目つぶってるだけだからさ、何もわからん。失敗するとまつげなくなりそう、それだけはちょっと。まあそれは明日お楽しみに、失敗してるか成功してるかの二択だと思うので お楽しみに。コンサートの日に暗い顔したらそういうこと、そうだよ、私が暗い顔してたらそういうことだと思ってください今日からね、放課後の合唱コンクール練習が始まったんですよ、放課後に。もう私結構ピンチで、今回全然ね歌を覚えられない。もうなんか4曲もあるんですけど、友達がめっちゃ完璧なんですよ、ほぼ。本当に歌えれないんですよ。4曲を、まあ1曲はまあいけるんですよ。あと3曲がやばい。まず学級曲もやばいし、3年生みんなで歌うやつもやばいし、ブロック曲もやばいです。
やばくない？私ソプラノ。ソロパートはないです。なんかソロパートある曲を避けたらしいです、私のクラスは。なんかソロパートがある曲もあるんだけど、なんか合唱コンクールの曲を決めるときに、なんか何個か聞いていいやつを多数決で決めるみたいな、いいやつをクラスのみんなで話して一曲に決めるんですけど、ソロパートあるやつはまず嫌ってなったらしいです、最初に。しかも私の担任の先生が音楽の先生なんですよ。だから結構勝ち組かもしれないですこれは。でも音楽の先生がなんか今回の学級曲ってなんか結構ソプラノが大事なんですよ。ソプラノが結構目立つからソプラノが大事なんだけど、でも音楽の先生がソプラノに来ちゃうともうやばいから結構そうだからソプラノじゃなくてアルトに行ったんですよ先生は。それで先生めっちゃ声でかいんですよ。だからなんか私の横をなんか歌うこう順なんていうの列みたいなのがあるんですよ。なんか背の順で高い人が後ろなんですけど、なんかで先生はだいたい一番後ろの列に入るんですよ。でどこに先生入ろうかなってなった時になんか私の横に来たんですよ先生が。ちょっとそれはってちょっとそれはやめてくださいって言って結局ちょっと先生奥になりました。そう先生の判断で先生も入っていいんですよ。生徒たちだけの時もあるし、先生も入る時もあります。そう。先生がどうするかによるんだけど、私絶対歌わないと思った副担任の先生も入るから今回。今日頑張って覚えてた先生が。でも先生たちは1曲だけだからさ、音楽の先生は全クラス分覚えてるから。すごくない？だって全クラスのピアノとソプラノとテノールとアルトの音程よ。あとそれにブロック曲も弾けるし歌えるし、全校合唱も歌えるし弾けるし、3年のやつも歌えるし弾けるんだよ。すごくないですか？結構全クラスの、しかも音楽の先生一人しかいないから練習の時っていうか全部弾けるのすごくない？本番の伴奏は生徒がやります、ちゃんと。すごいよね、ピアノ、ピアノできるのすごい。そう、私はさて歌えるのでしょうか。歌えるのでしょうか私は。指揮者見て歌います、ちゃんと。任せてくださいよ、ちゃんと指揮者見て歌います。私
何か楽器できる？私はできません、何も。あのリコーダーとかしかできません。リコーダーめっちゃうまいや。でもリコーダーめっちゃ弾けますよ私。リコーダーしかできません、逆に。でもなんかこれ何回も話してんだけど、なんか小学校の時にこう音楽の授業でなんか曲を演奏するみたいな、楽器を使って。それでなんかピアノをやる人がいなかったのね。で誰もなんか、私も第一希望は木琴と鉄琴だったんだけど、もう木琴と鉄琴って本当にもうすごい戦いなんですよ、誰が取るかって。もうめっちゃ人気だから。そうで、一応そのじゃんけんにも参加したんですけど、まあ案の定負けてしまって、誰がピアノ行くってなって、この中から。それでもうみんな行きたくなさそうだったから、じゃあ私やるって言って、できないのにやるとか言って、そうやったんですよ。それであまりにも私がピアノできなさすぎて、でピアノが 2,3 個あったんだよね多分。それでみんな違うあれなんですよ、同じ曲だけどピアノがなんか3種類くらい弾くやつがあって、でみんな違うやつ弾くんですよ。それであの横の2人はめっちゃうまいんですよ、ピアノやってたから。私はもう全くできなくて、もう悔しくて、お昼休みとか音楽室行って一人でやってました。ただね、音楽の授業でやるってだけなのに、発表会とかないんですよ別に。ただ音楽の授業でなんかみんなでやるっていうだけなんだけど、できなさすぎてピアノが、もうそっからトラウマであんまピアノをやってない。もうね、ピアノは向いてないってことが分かりました。だって同じ指しか動かないんだもん。そうだから私はピアノはできません、リコーダー担当です。髪の毛長いね、そう伸びました、めっちゃ。めっちゃ伸びた。だからピアノができる人めっちゃかっこいいなって思います。今日その音楽の授業の時に、あんま普段喋らない子が同じソプラノのあれなんだけど、ソプラノで、でなんかめっちゃおとなしい子なのかなと思ってたんですよ。でもめっちゃ面白くて話してたら、そうやっぱね、話してみないと分かんないなって思いました。合唱コンクール以外に秋にある学校イベントある？秋何があるかな。いやでも合唱コンクールしかないかもしれないですね。鍵盤ハーモニカじゃない、鍵盤ハーモニカ、あの吹きながらやるやつはやったことありますよ。あれめっちゃ好き。なんか家にさ鍵盤ハーモニカあった気がするんだけど、なんか家にあったんだけど、多分お兄ちゃんのがなんかがあった気がするね。なんか前やってたんだよね家で。今あるのか知らないけど。あった気がする。でも結構な音だからさあれ。ヘビ来そう。
なんか夜さ大きい音出したらヘビ来るって言いませんでした？みんなヘビ来るよって。言われてなかった？私めっちゃ言われてたんだけど。口笛吹くと、なんか大きい音出すとヘビ来るよみたいな。口笛か、あれなんかピアノとかよりしてるとね、ヘビ来るよって言われてたんだけど。口笛か、口笛できないから来ないや。でもたまに3ヶ月か2ヶ月に1回くらい、家の中がヘビだらけになる夢見る。3ヶ月に1回くらいに、なんかベッドで寝てて床がめっちゃヘビがいっぱいいるみたいな夢見ますよ。結構これはもう定期的に見てる。めっちゃ2、3ヶ月に1回くらいヘビに限らず、なんか虫が床にいっぱいいる夢見る。やばくない？クリナちゃん口笛ね、クリナさんさめっちゃ口笛上手いと思ってたんですよ。なんかたまにやるんですよね。なんかさ、リハ中公演中とか曲に合わせてさ口笛やってることだってさ、めっちゃ上手だなと。私口笛できないからさ。怖いよね。でもヘビが多いです。金アップ、マジヘビの夢みたいな。金アップする。あ、やっぱり58分だって。じゃあランキング読みます。58分になったので。と13位ポテチーさん、ありがとうございます。12位京子のぼろさん、ありがとうございます。11位ちかくさん、ありがとうございます。10位まーさん、ありがとうございます。9位ひでさん、ありがとうございます。8位かおりっぺさん、ありがとうございます。7位むはまろさん、ありがとうございます。6位かとっぺくん、ありがとうございます。5位まえのくん、ありがとうございます。4位たんおさかなさん、ありがとうございます。3位のりっぺさん、ありがとうございます。2位やすさん、ありがとうございます。1位隣のとろろさんでした。ありがとうございました。ではでは、明日はリハーサルなので朝配信します。ではまたね、バイバイ、また明日、おやすみなさーい。